准备好了吗？我数到三，就把眼睛睁开。一、二、三。真的很想你，爸爸。为了寻找那晚的真相，我来到这座城市。每当发现你的足迹，就会唤起一些过去的记忆。唯一担心的就是妹妹了。我们彼此从未分开过，一切的感觉都有些陌生。碰到的，听到的，尝到的。三二，坂本光一郎と申します。スクエアエニックス第一開発事業本部ディビジョン3のディビジョンディレクターをやっております。フロントミッションに関しては、現在フロントミッションシリーズの IP 管理を担当しております。土田敏郎です。株式会社 G クラフトという開発会社をやっております。フロントミッションシリーズとの関わりは、1作目から5作目のフィフスまでの企画からディレクションでプロデュースなどを担当していました。ハクマントっていうのは架空の島なんですけど、で実際存在してないわけなんですけど、このフロントミッションの世界だと、火山活動で隆起してできた島っていう設定なんですね。で、その隆起してできた島っていうのが、そのいわゆるこう、まあこのゲームっていうか世界観の割と大きい要素なんですけど、 OCU と USN っていう2つのこう経済圏とか、そういう勢力、まあ、国の連合のグループみたいなのがあって、その2つ のグループがその島の利権をめぐって対立する構造にあるっていう状況を作るために、2つ の、その経済圏のどちらの場所とも言えない場所に火山島が隆起したっていう設定をしたかったんですね。うん、シリーズ作品でいう と、フロントミッションのフィフスがちょうど第1次浜の紛争で起こった事件が第2次になった時まで影響するというような描き方をしてるんで、まさに先ほど土田さんが言ったみたいに、その平和な時代があったから、こう緩衝材みたいになっていろんな事件が起こせるというか、ゲーム側の都合ですけど、はい、いろんなことを考えられるようになったなと思いますね。そうですね、はい、水面下でこういろんなことがね、はい、起こっていてもおかしくない。そうです。近日频繁军事活动影响，原地在边境举行的演说活动，临时移至西边根地区内进行。作为乌克兰军的安全措施，一切正常。真没想到我们居然会回到新米尔根。是啊。哎，对了，你看到那个感应器了吗？现在这些新型号看着可真不错。我三你七，算了，都给我也不够。该死，真是见鬼。走吧，我去看看是谁搞出这么大动静。说真的，我感觉有大事要发生了。